1587年6月16日三河で誕生。徳川四天王の酒井忠次の孫にあたる。1609年、宮内の大夫に任ぜられる。1618年、家を継ぐ。1619年、松代藩に移封。1622年、庄内藩に落ち着く。幕府から依頼され、他に、亀ヶ崎城も任せられる。実は彼は忠重という弟と一緒に、庄内藩へ来ました。忠重は、白岩という場所を任せられる。しかし悪政を敷く。あまりの過酷さで、農民の徴参が相次ぐ。1633年、耐えかねた領民は、幕府に直訴。しかし敗訴する。5年後、1638年、忠重は領地没収。身柄は兄である彼が預かる。藩政は揺らぐ。なぜ幕府は、すぐ沙汰を出さなかったの？当時幕府は、島原の乱で手一杯だったから。1642年、忠重は息子の忠広を、直藩主にさせようとする事件が発生。彼は失意のうちに帰らぬ人となりました。結果、老中、松平信綱により、家督は、彼の嫡男が継ぐことになった。彼は誰？